でも今回はですね、ここ熊本のブースは神益城郡がね来てるんですけども、皆さん神益城郡5つあります。さあ出てきますでしょうか。知ってる方なんか出してください。ありますか、神益城郡といえば。はい、三船町どこ。三船町。三船町、三船町、益城、益城、鹿島町、鹿島、大和、大和、あと1つ出てこない。あ、そうですね、三船町、甲佐町、益城町、鹿島町、大和町の5つが神益城郡と言われております。神益城郡の、ね、美味しいものといえば知ってますか皆さん。果物だったりお野菜だったり、意外といろんなものが取れる地域になっております。もちろんね、この時期そうですよ、しいたけ、ニラ、キャベツなど、あとスイカも取れるんですよ。そう、トマトだったり、あ、栗ですね、栗も取れたりします。今日はほら米フェスということで、ご飯に合うものがねたくさん、今あれニラ刻んでるのかな、今一生懸命熊も料理してますけど、料理男子と言われてますからね、熊もこう見えまして、本も出してるぐらいの料理男子で、あら何かをこねてます。熊も、あ、神益城の美味しい食材を作って使ってですね、熊も何かを作ってるんですけども、さあ皆さん何が作れるか、あ、もう分かりましたかね。ニラと、これ今日キャベツで、あ、なるほど、そうですね、餃子を熊も作ってるみたいですけども、おー、そうですね、そう、餃子いいですね。餃子もご飯にね、熊も合うよね、やっぱね。あと椎茸もありますので、これで炊き込みご飯にしていただいたりですとか、いいね。あと栗、この時期栗がね取れますけどもね、栗といえば、あ、向いて、石入れて入れて、栗といえば何か作ろうか、ご飯、お、栗ご飯、お、いいね、栗ご飯、あ、栗の白側に、もしかしてこれ熊も作ってるんじゃない、ご飯炊いてる、あ、ご飯炊いてるんだ。さっきお兄ちゃんが言ってくれたけど、もしかして栗ご飯かもしれない、これは。お、すごい、あの炊くのってかまどで炊くタイプなのね、くまモンのところは。かまどピッチしてないんだ、炊飯器じゃないのね。ちょっと時間がかかりますけど、皆さんちょっとね、くまモンがご飯炊くとこ見ていただいて、待ってる待ってる待ってる、まだかな、まだかな、なかなか炊けませんね。ちょっと炊飯器だったら20分ぐらいで炊けるんですけどね。やっぱそうです、時間をかけて作るのがね、かまどいいですね、おいしいですね。熊本のお米、お水が熊本はすごく美味しいですので、お米ももちろん美味しいです。甘くてもちもちとした食感が熊本のお米の特徴となっておりますけども、皆さんは熊本のお米は食べたことありますか。はい、たくさんいらっしゃいました、ありがとうございます。食べたことある人もない人も、もしよろしかったら後ろのブースで炊きたてのご飯ブースというのがございます。あら、できた、もしかしてできた。わあ、できました。くまもん、神益城の食材を使いまして栗ご飯ができましたので、お、茶碗によそってよそってますね。それくまもんの分、あ、違う、あ、お姉さんの分なの、優しい、ありがとう。ちょっと待って、ちょっと待って、くまもん、お姉さんこれちょっとしか乗ってないけど、それも栗1個しか入ってない。ほら、それこそ割ったら2個になった、割ったら2個になったね、確かに割ったら2個になった。パチパチじゃありません、くまモンだけいただきまーすって。でも食べてみましょう。あ、しゃもじのまんまいってるじゃん、くまモン。ちょっとお腹いっぱい、どうでしょうか、おいしいですか。バッチリ、よかった。確かに栗ご飯こびりついてるやつ、あ、違う、
ムキムキして栗剥いたやつ。違うね、なんだろう、秋って。あ、もしかしてお姉さんに洗っとけってこと？違う、あ、洗っとけかと思った。お姉さんにいつも言ってるから。切ったやつこねて、あ、餃子、餃子くれるの？うわ、ありがとう、餃子もいただきました。じゃあ餃子とお姉さん栗ご飯で。お姉さん2つ、餃子2つしかないけどいいの食べて。あ、じゃあちょっとお姉さんも食べてみたいと思います。いただきます。あ、餃子おいしい。やっぱりニラの甘みとキャベツの甘みがねしっかりとしててすごい。あ、何、おいしいですけど、何何ちょっと待って、これなお金ちょっと嫌だ。いくらいくら、お金取るのこれ。え、日頃の感謝の気持ちを込めてお姉さんありがとうではないってこと？それとこれは別なのね。ちなみにいくらなんでしょうか？あ、5円か。5円よね。違う、それ何個ゼロつくかな、もしかして。1、2、3、4、5000円。お姉さん5万？普通の定食屋でもそんなしない。500円ぐらいだと思う。僕が作ったから、熊本で作ったから、汗水流してね作りましたから。あの、今度じゃあお給料が入った時でもいいですか？よかった、じゃあこの奥、あ、やばい、メモされてる。待って、忘れてよ、忘れてよ。利子つく。あ、やばい、請求書が来た。これ利子つく？あ、やだ。銀行とかありますか？ちょっとお金下ろせるとこありません？この辺にちょっとあります、あっちに。ちょっとすぐ行ってきます。私はこの後すぐ行ってきて、あの、すぐお金下ろしてきますので、ここブースぐるっともパーって回っていこうね。すぐ銀行すぐ行ってきます。お姉さん、ちょっともうクマもすぐ車に返したいと思います。時間が時間たっぷりあるから、家もピャーって回って帰ります。もうピャーって、お姉さん銀行に間に合わんくなる件がね、行きたいと思いますけども、落ち着いて、ゆっくり、そうですね、ゆっくりでも楽しみたいのでですね、クマもゆっくりちょっとブースの方をちょっと行きたいと思いますけど、クマモンのちょうど左側に上益城郡のブースが実はあるんです。なのでちょっとそちらの方にクマモンも行ってみたいと思います。じゃあ皆さんちょっと気をつけてゆっくりとね、一緒にご移動していただければと思います。